パソドブレには知らなければならないシェイプがいくつかありますそれらのシェイプでは手と腕を力強く使いますそういうものをお見せしましょうでは例としてまずアーペルを踊ってみましょう最初のアクションですもう一度別のシェイプで123412 もう一度。今度はエレベーションのある車線を例にいくつかのアームシェイプの使い方をお見せします。Ready, and.One, two, three, four, oh, one, two, three, four, oh, one, two, three, four. では短いグループを紹介しましょうアペルからプロムナードリンクそしてエレベーションに入りますワンツースリーフォーワンツースリ